彼女について私が知っている、ニサンの事柄は、1966年制作、ジャンリュック・ゴダール監督による、フランス・イタリア合作の長編劇映画である。本作は、週刊誌、ル・ヌーベル・オプセル・バトゥールに掲載されたカトリーヌ・ビムネによるアンケート記事にそうを得て、ゴダールが脚本を執筆し制作された、HLM で起きている、主婦売春の話である。 1966年8月8日にクランクイン、同年9月8日、クランクアップした。イーストマンカラー、テクニスコープ作品。アメリカ人、ジョン・ボーガス役で出演しているラウール・レビは、本作のプロデューサーで、撮影後の同年12月31日、フランス・サントロペのホテルで、拳銃自殺しており、本作が遺作となった。制作主任として、 後の映画監督のクロード・ミレールが参加しており、後に助監督から脚本家、映画監督になる、ジャンパトリック・ルベルと共に、それぞれ、ブバール役と、ペキュッシェ役で出演しているが、この役名は、ギュスターブ・フローベールの未完の遺作、ブバールと、ペキュッシェからの引用である。ほとんどの俳優、女優が、本作以前に、映画出演作がなく、本作が、 デビュー作となっている。主演のマリナ・ブラディの息子役、娘役は、俳優のアントワーヌ・ブルセイエの息子、クリストフ・ブルセイエ、娘、マリー・ブルセイエである。日本では、1970年10月3日、柴田春のフランス映画社と、大島渚の創造者が共同で主催した、ゴダールマニフェストの一環として、劇場公開された。 1971年11月20日にスタートした日活ロマンポルノの第一作西村章五郎監督の団地つまひる下がりの常時に深い影響を与えた。日本での本作の DVD は1998年と2003年にハピネットピクチャーズ2008年にはデジタルリマスター版がギャガコミュニケーションズから発売されている。 1966年8月、パリ郊外では、新首都圏拡張整備計画に従い、公団住宅の建設が進んでいる。ジュリエット・ジャンソンは、そんな公団住宅に、夫のロベール、息子のクリストフと娘のソランジュと共に住んでいる。子供たちは、まだ幼く、ガソリンスタンドに勤める夫は、アマチュア無線化で、友人のロジェと朝から交信している。ジュリエットは、 夫のいない昼間、売春をしている。ジェラール氏の売春宿に子供を預け、買い物やカフェでの客の物色をする。その日も、若い男をホテルに連れ込み、仕事をし、その後でワンピースを買って、美容院へ向かった。美容院に勤めるマリアンヌに誘われ、アメリカ人の題材するホテルへと遊びに行く。アメリカ人たちは、彼女たちに大金を振る舞うのだ。 夫ロベールは、用事が終わるまで妻をカフェで待っている。近くの席では、女子学生と作家が論争している。やがて妻ジュリエットが現れ、夫婦揃って家に帰る。ベッドでの二人は、口論を繰り返し、それぞれ読書をするのだった。ありがとうございます。